皆さんこんにちは。第426回どんどん夢を叶うメディカツでございます。今回のゲスト、素敵なゲストをお迎えしておりますが、その前ですね、メディカツオープニングをいつも流してますんで、はい、そのオープニングからいきたいと思いますんでね、じゃあももこちゃんはね、右手、私は左手でメディカツスタートでこういきたいと思います。カメラに向かってね、はい、いきますよ。第426回メディカツスタート。弾けそうなときめき、忘れていないかい？思い出してよ、無邪気で素直なあの時を。ということで、改めて本日のゲストをご紹介したいと思います。メンタル心理&スヌーピーカウンセラーの朝霞ももこさんです。こんばんは、よろしくお願いします。パフパフドン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 ということでね、スヌーピーちゃんもね、はい、こちらにスヌーピーです、はい、よろしくお願いします。スヌーピーちゃんね、うん、スヌーピーちゃんですね。はい、スヌーピーちゃんです。この頃の名前はって今聞きそうになっちゃったけど、スヌーピーちゃんですよね。そっからかなみたいな。スヌーピーちゃんも今日は何でしょうね、スヌーピーカウンセラーって、スヌーピーカウンセラーってここにあんまり聞かないでしょ。うん、いないと思いますね。多分スヌーピーカウンセラーで検索していただいたら、 Google のページで1ページ目に私の名前が出ます、ね。うん、はい、他にね、いないということで、スヌーピーカウンセラーと、まあ、あのどんなものかというのはね、皆さんにもちょっとね、面白いですよ、本当にご紹介したいと思いますけども、うん、今回ね、初めて、メディカツを見てる方もいらっしゃると思うので、メディカツのね、ちょっとご紹介させていただきますと、うん、メディカツというのは2010年の5月から始まった1時間のインターネットテレビ番組で、私の会いたい人、話したい人をゲストにお招きした、まあ、対談番組ということでですね、うん、今年2018年、8年間続きまして、400回以上で、今回が426回ということで、まあ、それを続けてきたことによってたくさんの夢を叶えることができたんですね。例えば、昔から憧れてた人をゲストにね、お呼びすることができたりとか、何でも鑑定団でおなじみのおもちゃの鑑定士北原照久さんとか、歌手の岩崎宏美さんとかね、フォトグラファーの母ちゃんさんとか笑うな本人が笑ってどうすんだみたいな、あとシンガーソングライターの杉正道さんとかね、ミスターサマータイムのサーカスの皆さんとか、日本人でおなじみの久保田咲さんとかね、そして今日メンタル心理&スヌーピーカウンセラーの朝霞ももこさんにご登場いただいたということなんですけれども、まああとね、例えば本をね、2冊出版することができたんですよ、この番組やって始めたことで。あとは新しいビジネスを始めてね、オンライン講座を始めたり、まあ、この番組がきっかけでね、始めることができたりと、またあと CD をね、CD、メディカツバンドっていうのを作りまして、昔から夢だったね、CD をですね、でメディカツバンドで初めて曲を披露したのが、メディカツ100回記念イベント、ね、その時に母ちゃんさんにもね、写真撮ってもらいましたよ、ね、ありがとうございます。本当に
ということでいろんな夢が叶ってきたこのメディカツ、ね、このような番組を誰でも今できるということで、私もね FLTV オンライン講座とかいろいろやってますんで、ご興味のある方はぜひね私のセミナーにね来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。で一番大きな特徴はねやはりねコメントですよ。視聴者の方からコメントをお寄せいただいてね、それを読み上げることによってリアルタイムコミュニケーションね取れるということでね、ぜひねたくさんのコメントをお待ちしておりますね。もう始まる前からねたくさんのコメント来てますけども、ね、ありがたいですね。福島美穂さん、うん、ね、さっきちょっとお話ししたら共通のね、はい、お友達ということで、そうですね、あでもあそうだね、福島美穂さんこんばんは、桃子さんご出演おめでとうございます。ありがとうございます。スヌーピーも一緒にいるあたりさすがです、ね、美穂さんもしかしてもう生まれた、うん、そう ねおめでとうございます。おめでとうございます。一緒に見てるのかな、ね、内山さん、そうだプライベートウォッチ TV は朝6時からになったんですよ。そう朝6時からやってるんですよプライベートウォッチ TV、ぜひ皆さん見てください、ね、早起きの方、ヨネちゃん強制的に MC の歌を最初に聞かせる番組、その通りね。ね、カーチャさんの髪も気になるということでね、もしかしたら後でちょっと映るかもしれないね。池田さんありがとうございます。スヌーピーに惹かれてつけてみました、はい、好きなの家田さん、スヌーピー。そうなんだ。でも意外と隠れファンがいるかもしれないですよ、ね、いるかもね。今日、うん、ぜひね告白してください皆さんね、はい、みんな隠れないで堂々と堂々とね、はい、あ佐藤さんねありがとうございます、うん、新チャンネルっていうね FLTV をこの間から始めました、私の門下生、うん、佐藤真一さん、今日はチラ見しかできませんがね、でもコメント一つくれたら OK 上等、ありがとう。すみちゃん、家内がこの歌を覚えてしまいましたよ、最高そういうファンを一人でも増やしたい、うん、ね。マックさん、すでにスタートスクショ感ありがとう、ね、スヌーピー心理学といえば、あブランディング完璧ですね。そうね、スヌーピー心理学といえば、はい、桃子ちゃん、はい、ね、浅香桃子ちゃんといえばスヌーピー心理学、この両方がねこうで分かるっていうのがねブランディングなんですよね。ヨネちゃんね、浅香桃子さん、かわいい。あら、ありがとうございます。あらとか言っちゃった。嬉しいコメント、ありがとう。お、スヌーピー大好きです。漫画全巻持っていますよ。誰？おどこにあるの？ああ、井桁さんね。神戸さん、スヌーピーカウンセラーって何するの？これからいろいろお聞かせします。スヌ、強制、はい、マークさん、コメント読み上げることでリアルタイムコミュニケーション。当初から一貫して特徴にしてましたね。さすが、マークさん、いいコメント、ありがとう。井桁さん、スヌーピー大好きです。漫画全巻持っています。すげえ隠れファン。あ、梶川さんね、とどろき伝説というね、自分 TV されてますね。はい、こんばんは、浅賀さん、水越さんということでね、ありがとうございます。コメント皆さんお待ちしてますからね。ありがとうございます。さあ、今日もね、タイトルにこれありますように、メンタル心理&スヌーピーカウンセラーということで、まずメンタル心理。はい、というか、メンタルヘルス。まあ、うん、今ね、されてるお仕事ちょっとお聞きしましょうか。どんなお仕事されてるんですか、はい、ですね、まあ、そのメンタルヘルスって最近よく、ね、うん、まあ、その話題になったりとかすると思うんですよね、うん、働き方改革とかっていろいろ、うん、で心をちょっと病んでしまって、うん、働き続けられなくなってしまうとか、まあ、そういった方とかの話ってよく聞かれると思うんですけれども、うん、はいはいはい、私の仕事っていうのは、まあ、そういった方をまあ出さないようにするためにそのサポートするっていうのもありますし、まあ例えばその休職してしまったとしたら、まあそういった方をその社会復帰させるとか、まあそういったことのお手伝いをするとか、まあそういったことがまあその仕事のメインになってますね。会社名何でしたっけ？ベリテワークスっていう。ベリテワークス、はい、株式会社スヌーピーじゃないんですよね。じゃないんですよ、残念ながら、ね、ちょっと怒られちゃうそうです ね、その会社、ベリテワークスの代表取締役ということで、はい、うん、もうあの法人の方を相手に仕事されてるんですよね。そうですね、あのいわゆる企業研修とか、企業研修とかもやりますね。最近だとやっぱりハラスメントとか、うん、そういったことと絡めてメンタルヘルスの話をしたりだとか、あとはやっぱりそのストレスとか、まあ、そういう心の持ちようでやっぱりどういうふうにまあ、そのコントロールしていったらより効率よく生産性高い仕事ができるかとか、そういった切り口で話したりとかも多いですね。企業さんは相手にお仕事をされているということなんですけれども、うん、まあ個人の方はあんまりやってないの？いや、
や個人も今やってるのね、はい、そうですね、もともとはその個人事業としてスタートしているので、まあ、その頃からの方もいますし、まあ、普通にあのホームページ見てあの、うん、問い合わせして受けてくださってる方もいらっしゃいます。もともとね、うん、大きな会社で勤めてて、はい、人事課でね、うん、でそれから独立して、はい、最初に独立して始めたのがもうカウンセリングのお仕事。そうですね、まあ、その独立してからそのカウンセリングとか、まあ、人事とか、まあ、そういったところで、まあ、そのやろうということで個人事業でスタートして、まあ、その後法人化してという形ですね。その時に企業塾行ってたんですか？そうですね、法人化するちょっと前ぐらいですねにやっぱりまあその法人化もちょっと考えてはいた頃だったと思います。ね、で企業塾行って、うん、まあまあ、それからホームページも作って、うん、でそれからまあスタートしてってことで、うん、法人になってから何年なんですかね？法人になってから私5期目に入りました。5期目、はい、素晴らしいですね。5年続いてるってことですよ、うん、ね、社員さんもねいらっしゃってね。そうですね、おかげさまで。すごいでしょ、ね、その代表取締役さんですから、うん、でね、ここにいらっしゃるね、はい、鎮座増しますスヌーピーさん、はい、スヌーピーカウンセリラースヌーピーカウンな何スヌーピーカウンセリングっていうの？スヌーピーカウンセラーが行うスヌーピーカウンセリングです。これって どういうものなんですか？ですね、やっぱそのスヌーピーカウンセラーって名乗っているのは、まあ、そのスヌーピーがもう物心ついた頃から大好きで、やっぱそういうのあるのね。そう、大好きなんだ。大好きなんです、うん、で、まあ、スヌーピーもいろいろこういうぬいぐるみとか、うん、コミックとか、まあ、グッズがいっぱい出てますよね、うん、特に今年2018年って犬年ですし、あと、はあ、なるほど、日本にスヌーピーが上陸して50年っていう、まあ、そういう節目が重なって、日本にスヌーピーが上陸して50年、まあ、そういう節目の年ということもあって結構スヌーピーのコラボのものってものすごく増えてるんですよね。ちょっとしたその雑誌とかにそのスヌーピーのグッズが抱き合わせで出てたりとか、で、あーこうやってまた売ってるよって言ってでも買っちゃうみたいな。ね、でもスヌーピーって、うん、まあ、僕らもね小さい頃から、うん、小さい頃からあそうだよね、うん、小学校の時からあって、やっぱりみんな例えば筆箱であったり、うん、下敷きであったりってなんかスヌーピーのグッズ、うん、漫画は読まなくてもスヌーピーの何かそういうの揃えるっていうのはやっぱり目にしてるから ね、 そうですね、親しみはありますけど、うん、その本、はい、ちょっとスヌーピー、皆さん僕初めて、まあ本当に失礼な話ですけども、スヌーピー、もう僕よく知らないからね、ごめんね、怒らないでね、うん、あの池田さん怒らないで、ね、あのスヌーピーってあれなんだよね、だからこの主人公はチャーリーブラウン、チャーリーブラウンなんだよ、うん、チャーリーブラウンの飼い犬はスヌーピーなんですね。そうなんだよね、だから、ね、よく言うのがサザエさんのところのタマがチャーリーブラウンのところのスヌーピ ー、ね、同じ関係ですよって、そういう関係ですよってね、分かりやすいね、うん、だ僕なんかもスヌーピーが主人公かと思ったら実はそうじゃなくてね、そう、まあ、でも大多数の人はねきっとスヌーピーしか知らない人も多いのでスヌーピーが主役だと思っている方多いと思います。これね、あのすごい初版本なんですよ、うん、1977年、うん、これを持ってたのね、うん、これもう今絶版で、絶版でね、うん、そう、あとさっきのあれ、これはキャラクターで、僕もさっき知らないけどピーナッツ、ピーナッツっていうのが知ってた、僕知らなかったよ、スヌーピーっていうタイトルの漫画じゃないんですよっていう、ピーナッツっていうタイトルなんだね、ピーナッツっていうんです。知ってた？もちろん。そんな聞くなって感じいや、ずっとしたいよね、ピーナッツっていうタイトルなんだね、タイトルなんです。知ってました？皆さんね、日本だとねやっぱりそのスヌーピー&ヒズフレンズとかってスヌーピーメインで登場してたりするので、ちょっとね、なんかちょっと見せてもらっていい？いろんなキャラクターがね、そうスヌーピーのこういう兄弟もいるんですね。そうそうそう、全然知らなかった、こういうのとかね、ちょっといいんでね、あと、ガールフレンドじゃなくて妹がいるとかこんなの全然知らないな、ママとパパとか。ママはかなりマニアックですか？あ、そう、まあなんかいろいろこうそれでいっぱいこういるわけ、うん、いっぱいいるんですよね、そうで、僕がちょっと最初の方にちょっと言う、やっぱり知っ
ってるのはチャーリー・ブラウンもそうだし、これね、ウッドストック、あとこれね、なんていうのこれ、ライナスですね。ライナスね。ここら辺はやっぱりね、よくして、この子もね、ルーシー、うん、そうですね。あ、これね、サリーとかね、まあここら辺はよくね知ってるけど、まあ本当にキャラクターも豊富で、まあ何しろピーナスってことで僕はちょっとびっくりしてるんだけど、ね、まあ、こういう本もお持ちなで、ちょっとコメント読みますね。スヌーピーアサカスっていうのやってるの？スヌーピーアサカスっていうのをやってるんですよ。うん、そう、まあそのスヌーピーファンが、まあ、集うアサカス、まあ、そのままですよね。あ、スヌーピーファンが集う。そう。まあそのいろんな切り口、まあそのコミックが大好きな人もいればですね。何これ？これスヌーピーアサカスの活動記録でございます。なんか影の声がすごいんだけど今日。そう、まあ交換ノートっていうのをつけて、交換ノート、そう、なんか懐かしい感じですよね。これもスヌーピーなの？あ、ピーナッツね。うん、そうそうそう。でこれ朝活でやってるわけ。朝活でやって、まあ、これ私が書いた回か。あ、これ見しちゃって大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。今なんかちょっと一瞬躊躇したけど。大丈夫？いい？あ、だ全然 OK ですよ。はい、こういうふうにみんな書いてるわけだ。朝活の人たちが朝活に参加した、はい、楽しいじゃないこれ、そう、ね、こんなものをこんなグッズを持ってきてくれた人がいましたとか ね、はい、まあそんなような、まあ朝活じゃあこれ好きな人は、はい、そのスヌは、はい、じゃない、スヌ好きな人はスヌーピー朝活に出てもいいわけ、スヌーピー朝活にだからあなたに聞いてもらって、スヌーピー朝活に出てもいい、スヌーピー朝活に、まあ、その出てくれると嬉しいな。どこでやってんですか？新宿のカフェでやっていて、月2回だっけ、決まってんの？決まってます。でサイトもあるので、スヌーピー朝活検索すれば出てくる、出てきます。 Facebook ページも、あるんだ、ペライチもあるんで、ペライチもぜひね、スヌーピー好きな方、はい、皆さんと語り、新しい方よ、ウェルカムです、ウェルカムです、ね、特に男性の方大募集ですね。女子が多いの？女性がやっぱり多いですね。男性諸君、男ども行きましょう朝活。そう、結構なんかみんな可愛いですか？女性可愛いですって、可愛いですって言ってましょうね。そうですね、まあ結構最近ね、まあ、その男性向けの、その例えばユニクロとかでも男性向けの T シャツとか寝巻きとか、うん、そういうものも出てる。スヌーピーの可愛いじゃん、うん、結構ね、その男性でこんなキャラクターものをつけてるなんて恥ずかしいわとか、なんかそういうふうに言われることもあるんですけど、そんなことないよっていうのは、ぜひともそういう堂々と着て、ね、朝活に、ね、来てくれたら嬉しいなと思いますけどね。パジャマ着て堂々と朝活に、まあ、パジャマじゃなくてもいいかね、はい、あ、すごい、ベルテワークス株式会社のリンク貼ってくれてるよねちゃん、ありがとう、ありがとう、あ、ぬいぐるみセラピーは昔からある、そうね、うん、そうぬいぐるみセラピーはあるよね、うん、水越さんのおもちゃのコレクションにスヌーピーありましたっけ？ない、あ、ないんですね、ないんです、ごめんなさい、スヌーピーはないんだよね、結構いろいろね、まあほら俺の場合は昔のだからね、鉄人28号とかアトムとかね、いや、スヌーピーも結構昔ですからね、50年代ありますから、なんだよ2人でそれ意外とスヌーピーはコミックのタイトルだと思ってる人がいるはず。そうなんだよ、うん、俺もそう思ってた。井桁さん、はい、怒らないように頑張します。我慢してください、すいませんね、ちゃんチャーリーブラウンはみんなの友 達、何それ、そ そういうセリフがあるの？チャーリーブラウンは我らの英雄ですからね。あ、うん、そうそう、英雄なんだ。英雄です。なんかやばいな、主人公ですからね、肩身が狭くなってくる。これを機に、これを機に。あ、坂部さんありがとう。うちにスヌーピー4匹います。好きなんだ。ね、あ、村井くんありがとう。わしはスヌーピー大好きで、今でもピーナッツ持ってるのだ。ぬいぐるみ関連もかなりある。そう、だからかみんないるな、ね、隠れファン、男性でも結構スヌーピーファンいるんですよ。朝活行け、朝活。お待ちしてます。何曜日だっけ？月曜日に。月曜日だよ。たまに女性しかいないんだよ。あ、もう絶対これ行くな、これ。ぜひぜひ。村井君行って。はい。何時から？月曜日はですね、朝の8時からやっております。そんな早くないんだ。
そうですね。で、日曜日の回はもっと遅くて朝9時からのんびりのんびりスタートです。あ、日曜日だったら月曜日だったりするの？そうなんです。あの、最初は月曜日にやったんですけど、やっぱり仕事の関係で月曜日じゃいけないという人がいたんで、あの、日曜日に、じゃあ日曜日にもたまにやろうかということで。今喋ってた人この人です。はい、あのスヌーピー朝カップの一緒に主催している方ですね。そう、実はそうなんですよ、ね、この関係。あ、主催してるんだ一緒にね。はい、はい、あともう一人が男性で、その人があの特にスヌーピー男子こいこいと言っております。あ、なるほどね。あ、井桁さん、それ240円の時のですね、持ってますよ、うん、マジ結構ね、このプレショボーのやつを持ってるコアなファンが嬉しいですね。金額書いてね、うん、多分そうです、うん、すごいこれ持ってんだ井桁さん、持ってますよってね。あ、来たよ、純ちゃん、すぬ、うん、ちゃんと僕はタメで同い年。そうなんだよ、1950年、が生まれたのが1950年、1950年の10月に初めて登場したんです。純ちゃんが生まれたのが、これ言っちゃっていいのかな。あ、まあやめてみましょう。でも同い年っては1950年、50年ね、純ちゃん同い年だそうですよ、うん、ね。いや、全然知らなかったけど、純ちゃんとね、そう、昔から前から知ってる。そうです、そうです、スヌーピーのコラボでセミナーをやったという。信じられないよ、純ちゃん顔広いよな、本当にな、うん。マックさん、日本でアニメ化した時にスヌーピーとチャーリーブラウンで番組名にしたのかな。そう、だから現代と違ったりするんですよね。なるほど、ピーナッツじゃなくて、ね、スヌーピーっていう風につけとかなきゃみたいな、ね、なるほど、まあまあ思惑としてはそうだよね。内山さん、私の好きなのはライナス君。ああ、そう、さっきの、さっきのキャラクターですね。あの赤ちゃんみたいな。わかるな、なんとなく。そうそう、これね、ライナス君、うん、これね。純ちゃん、生理ダンスがスムちゃん。あ、ご自身のご自宅の。あ、そう、さっきね、そうそう、それで画像をね、ちょっと見せてもらった、あのモモちゃんのね、インスタグラムの、インスタグラムの画像、ちょっとね、どんな感じかっていうのを見せてもらいましょう。これはこれはその私のベリテワークスのオフィスですね。オフィスにこういう形でスヌーピーを飾ってまして、うん、これでお迎えしてると、お迎えを、こういうのもね、これもそうですね。これはそのオフィスでそのスヌーピー心理学セミナーっていうのをやったりするんですけれども、その時にもうスヌーピーだけじゃなくて、スヌーピーの兄弟とかですね、まあ、いろんなぬいぐるみを集めておもてなしをしております。なんか今のは会社だけど、自宅もすごいんでしょ。自宅はもっとすごいです。もっとすごいの、バーッと。そう、また増えたと言って、それだけどスヌーピー以外にも、あ、まあもちろんウッドストックとかいるんだ、いっぱいいます。みんな好きなんだね、スヌーピー。あ、スミさん、私も心理カウンセラーの国家免許は持ってます。持ってるだけではダメですね。へえ、そうなんだ、すごいじゃん、スミちゃん。ヨネちゃん、ビッグベンのキャラクターも鮮明に、ビッグベンですね。え、ビッグベンっていうキャラクターがいるんだけど、今日ぬいぐるみ持ってくればよかったな。あ、そう、そう、ドロンコの男の子なんですよ。へえ、乗ってるかな。まあ、その知ってんだ、みんな。俺全然知らないやん。あ、乗ってますね、ここ。どれ、ちょっと待って、みんな意外と好きなんじゃん。そうなんです。これだ、これです。ビッグペン、ピッグペンです。ああ、ピッグペンだ、ごめんね。ピッグペンだ。そうなんです。もう俺帰るわ今日。そんな教師になっちゃったよ。いや、あの、埃を引き寄せるという特技を持ってるんですけど、うん、でも自分のことを埃高く、埃だけに。ピッグペン、ピッグペン、さすがだね。で、この日本ってやっぱりスヌーピーが圧倒的な人気なので、うん、こういうぬいぐるみもスヌーピーが多いんですけどね、うん、まあ、私はやっぱりこういうビッグベンとかなかなか日本でお目にかかれないキャラクターのぬいぐるみを集めたいと思っていて、でもビッグベンなかなか手に入らないって言って、たまたまそのアメリカのアマゾンで見つけたんですよ、うんうん、手に入れました。今日持ってくればよかったな。アマゾンって、はい、アマゾン行ったの？いや、amazon.com です。だよね。一緒。アマゾンに見つけに行ったのかな。あ、ジャングルですか。まさか。あった。あったんです。うん、あ、で、あっても日本にそのシッピングしてくれないとかもあるんですけど、たまたまそのシッピングしてくれるというのがあったので、まあ、これはもうポチるしかないでしょうっていうので、ポチりました。高かった。高かったです、やっぱり。
いくらぐらいですか。2万円ぐらい。やっぱその配送料とかもありますので、ね、まあでも行く日を考えればと。なるほどね。あ、スヌーピー朝風ね、ヨネちゃんも行った方がいいよ、ね、みんな行こう、みんな来てください。ヨネヤさん、寝坊するからダメ、ね、ヨネちゃんがちょうどお客様を食う勢いの母ちゃんさんって言ってるけど、ね、ギャラリーがやたらと反応するってマックさんも言ってるけど、あ、スヌーピー朝風、スヌーピー男子来たれね、来たれ。浅香桃子さんも母ちゃんさんもいるなら、そりゃ可愛い女性はいるべきと。あ、なんかありがとうございます。うまいね、どうも。村井さん、スヌーピーと TMT 洋服のブランドのコラボ T シャツを着ている57歳の親父です。もう、ね、ウェルカムですよ、まあ、ウェルカムだって。親父でもちょっと、あ、これね、ちょっといい、これ今日ね、ちゃんと着てきてる。ちゃんとこれよく見るとほらスヌーピーなんです。スヌーピーなんですか、これ。うん、何、すごいいっぱいいるんだよ、スヌーピー。こういうの、服も持ってるんですか。服も持ってます。いっぱいいっぱい。へー、もう T シャツなんて何枚あるんだっていう。あ、そう、何か出ると買ってしまうっていうね。まあでもね、スヌーピーカウンセラーと名乗るだけのことありますよ。でね、ちょっと待って、もうちょっと読んじゃおう。タブレットのゲームでたまにスヌーピーと遊んでます。私も遊んでますもうみんなすごいんだから、うん、ヨネさん、その髪どうしたのっていう、そういうことか、そういうこと、はい、もういいです、突っ込まなくて。そこは村井さん、そもそも俺のスマホケーススヌーピーだろ。今変えちゃったけど。あ、変えちゃったんですね。私もですよ、ちゃんとスヌーピーのこうケース、うん、ね、こう可愛いねって言ってもらえる自慢のケースです。可愛いね。ありがとうございます。家っていう感じだったけどね。そう、そうでしょうとかまず言ってしまうてなんか。もうさすがだね。あ、ハゴちゃんもね。あ、母ちゃんさんって言ってますけどね。佐川さん、今まで行ってた月曜日の、早朝勉強会が終わっちゃったんで行けるな。お、坂部さん、お待ちしてますよ。場所どこだっけ。新宿、新宿です。新宿だよ、新宿西口のサンマルクカフェです。あ、そうなんだ。はい、あの1階がドラッグストアになってるところ。わかんない。でもそんな遠くないです、普通に。東京ハルクの隣で道挟んだ反対側にあのユニクロのあるでかいビルがあって。あ、じゃあ駅から近いんだ。駅から近いですよね。サンマルクでやってんだ。はい。え、だって周りとかして大丈夫なの？あ、いますけど、いますけど、今 4,5 人ぐらいでささやかにやってるんで。あ、まあ、そういうところで、あのスヌーピーのぬいぐるみとか置いた集団がいたら、あ、スヌーピー朝活だなっていうことで。あ、ぜひみんなね、8時から。8時から。月曜はね。月曜8時からですね。行こうみんな。ぜひぜひ。行くべし。あの、もしあのもうちょっと早い方が会社にあの間に合わないからって言うんであれば、あの私が7時ぐらいから席取って待ってますんで。いや、あのみんな勤め人じゃないから大丈夫ここら辺にいる人たちはね。あ、村井さん、ライナスは天才児なんだよ。そうなんだ、よく知ってんな。純ちゃん、増えたって驚いてる。さっきの写真見て増えました。増えたんだ。そうなんです。村井さん、一番でかいぬいぐるみは大学生の頃にもらった6万円したでかいスヌーピー、今では邪魔、ね、いやいや売ろう、ね、あ、売るんじゃなくてうちのオフィスに引き取ります。引き取るって、ね、うちのとどっちがでかいかな。ピッグペンで豚小屋が直訳。あ、なるほどね。パジャマは GU とピーナッツのコラボのです。うんうん、恥ずかしい同級生だろ。その通り。え、ね、そんなことない。なんでなんで、ね、そんなことないです。マクさん、あ、ここまで徹底してるのはすごいね。あ、駅から近いよ。そう、ヨネちゃん行こうね、ぜひぜひヨネヤさん来れるかな。坂上さん、7月までそのサンマルクの前を7時前に歩いてました。へえ、あ、そうなんだ。うん、あ、それでしょ。だからそれ終わったんでしょ。じゃあ行こうね。行きましょう、はい、行きましょう。あ、有馬さん、はい、浅川さん、素敵、ありがとうございます。私のお友達です。お友達、はい、有馬さん、ありがとう。コメント待ってますよ。半世紀前、最初のスヌちゃんとぬいぐるみは10万円だった。純ちゃん、そうなんだ。そう、もう貴重ですよね。もう結構メルカリとかでね、まあ、その昔のグッズとかいっぱい出てるんですけど、べらぼうな値段がついたりしますよね。そうなんだ。
ね、ということでスヌーピーが、ね、好きなってことはもう分かりました、ね、皆さんが好きってことも十分分かりました。で今日はねその、スヌーピーカウンセリングカウンセラーということでカウンセリングということで、スヌーピーカウンセラーどういう、ね、カウンセリングをするのかっていうことなんですけども、うん、まあものはやっぱり体験していただこうじゃないかというところですね。で実際に受けていただいたと私ね、うん、事前に受けさせていただきまして、まあ、あの例えば、まあ質問が120問あるわけで、それに答えていくということなんですけども、例えば事前でね、ウェブで受けていただけるんですね。ウェブで受けられるんですよ。10分ぐらいあると、まあ、そのスマホからでも、うん、パソコンからでも受けていただけると、まあ、そういうのが本当に苦手だよっていう場合はファックスで質問用紙を送ってということも、そういう方も、あ、ウェブが苦手って方ね。で例えばどんな質問があるかというと、どれ聞くあれするの、まあ、例えば、うん、美しい景色を見ると感動するとかね、うん、まあ、それではい、いいえ、どちらでもない、はい、いいえ、どちらでもない、この3つから選択して選ぶと、旅行から帰ると思い出を家族や友達に必ず話すとかね、まあ、こういうのが120個あって10分ぐらいでバババババッとこれできる、直感的にこうやってとか、ね、直感的な方がいいですね。あんまりすごい時間かけて迷ってやらない方がいいと思います。でこれ120個やりましたね、やり終えて送信しました、うん、そうすると、まあ、その人 その個性っていうのがレーダーチャート化するという個性分析診断というやつなんですけど、はいはいはい、まあ、その個性分析診断と私がスヌーピーのキャラクター、まあ、そのさっきキャラクター大部館で紹介したみたいにいっぱいキャラクターがいるので、うん、まあ、こういう個性であれば、うん、スヌーピーこのピーナッツの漫画であれば、うん、このキャラクターです、スヌーピーです、いろいろ、ね、ドストックですとかっていうふうに当てはめて、あとそのおすすめの漫画、あるいはそのこういうスヌーピーだったらスヌーピーのこういう生き方をしたらちょっと楽に生きられるんじゃないかとか、そういったアドバイスシートっていうのを作ってるんですね。でスヌーピーの漫画って50年連載されていて1万7000以上の話があるんですね、まあ、その中からまあ私がおすすめの漫画1万7000以上あるんです。そんなあるの？そんなあるんです。もう50年間、まあ、その作者のシュルクさんという方が、まあ、そのほぼ休まずにアシスタントもつけずにという形でやっているというものなんですね。だからキャラクターは知ってても漫画見たことないっていう方ものすごく多いと思うので、もうこれを受けていただいてそのキャラクター身近に感じてもらうとともに、ね、漫画もぜひ見てほしいっていう、まあ、そんな思いを込めてやってるんですね。いやこれさスヌーピー好きには止まらないんじゃないこの、うん、と思います。カウンセリングはそうで僕スヌーピーですかとかって結構聞かれたりとかで、スヌーピーじゃなありませんでしたごめんなさいみたいなもう本当スヌーピーが大好きとかだと、スヌーピーにしてよみたいななんかちょっと半ば脅迫的なことをしてよって言ってなるわけるけど、ね、してよって言ってなるもんじゃないんですけどねみたいな。カーチェさんこれ受けたことあるの？はないです。受けな、うん、あの昔は性格サリーだと思って今どっちかというとルーシーっぽくなってるかなって思うんですけど、そう、まあ、そういうね、うん、あのキャラクター知ってる人はうんうんって言うかもしれないんですけど ね、まあ、そういう、まあ、そのルーシーっていうねここにも出てくるメインどころのキャラクターですね。怒りっぽくておせっかいな女の子って書いてありますけどそれなんだまあそのルーシーもねいろんなあの側面があるので、その怒りっぽい側面でルーシーになるのか、それとも違う側面でルーシーになるのかとかね、同じキャラクターでもそのどういう側面で、オラフじゃねえか、オラフ、オラフはぽっちゃり体型と眠たい目がチャームポイント醜い犬コンテストで優勝した経験があるので紹介されてますけどね。しかしこんなにいっぱいいるんだもんな、こんなんからどれかに当てはめるか、ね、に当てはめてと。で、まあ、その結果を今、うん、はい、そう公開しましょうという、ね、で実は皆さんね今日ねメディカス大賞このスヌーピーなんだっけ、スヌーピーキャラクター診断、スヌーピーキャラクター診断を1名の方にプレゼントします、はい、していただいてちゃんと結果をね、はい、お届けすると。そうですね、あなたはどんなキャラクターですと、そのピーナッツスヌーピーのね、まあ、その漫画の中のこのキャラクターですというのを私がまあその作ってですね、はい、あとそのスヌーピーの1万7000以上ある話の中からおすすめの漫画をセレクトして
特典シートというのをつけてますので、まあ、それをセットで、はいはい、でこれはシェアをしてくれた人の中で、うん、さらに受けたいというコメントをね、後で今じゃないですよ、後でそれ、うん、これからお願いしますって言ってしてもらいますから、でシェアした方の中からですよ、でその方で抽選しますから、で1名の方に、希望者にね、この診断を無料で、してもらうということなんでね、お楽しみに。最後いつの段階で私がお願いしますというね、コメントお願いしますというか分かりませんから、最後まで見てないとね、しっかり見てくださいね。はい、ね、あ、ええ、ちょっと待って、純ちゃん、お付き合い初めてのうちの奥さんへの誕生日プレゼントはウッドストック。みんな、なんかすげえな。純ちゃん、スヌーピー大好きなんですよ。あ、そうなの？村井さん、加藤さん、粋だね。純ちゃん、粋だったよ。有馬さん、アドレス教えてくださいって。あ、さっきの、はい、あれ、実はね、ウェブ上では今、まだないんでしょ？そう、うちのホームページから探してもリンクないので、あれはちょっと準備しようと思ってますけど。その今どうやってあれやってるの？今はそのメッセージでメールとかっていうか、その申し込んでくれた人に、そうです、直で教えてます。直で、あ、やりたいって人にってこと？そうです。あ、その有料でね、はい、はい、っていうことなんですよ。だからあの表にはちょっと出せないんですけども、でもいずれはね、うん、あのオンラインサービスとしてねやってほしいなと思ってますけど、これかららしいですよ。スミさん、気持ちが落ち着くところはないですね。いいですね。あ、いいですね。気持ちが落ち着くところはいいですね。ね、全然意味違ってくるよね、これ。ごめんね、すみちゃん。ね、コミックスは膨大。渋谷の、何これ、HMV&Books に置いてあったかも、ピーナッツ。ああ。吉田真由美さん、知りませんでした。あ、へえ、面白いですね。ありがとう、吉田さん、真由美さん、ありがとうね。ヨネちゃん。ルーシーっぽい。ああ、そうなんだ。ね、だって。まあ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 、それは、ね、ぜひやってみていただきたい。村井さん、スヌーピー以外だったら怒鳴り散らす場合によっては殴りかかる。おっとがね、そうね、プレスラーファンが。こういう男ですよ。ね、それはまさにスヌーシーじゃないですか、ね。まあ、水越さんはスヌーピーキャラ診断で誰なんだろう、知りたいね。これがお楽しみに。私も知りませんから、まだね。もしかしたら発表する前に番組終わっちゃうかもしれませんから、そんなことない。ヨネちゃん、今夜のメリカスヤ大賞の商品はスヌーピーキャラクター診断、はい、その通り、ね、村井くん、ね、水越くんは犬小屋、犬小屋、ね、犬小屋、君には当てさせないから悪いけど、君はもう却下、ね、スヌーピー診断却下。いいコメントしないと、もう俺が支配してるこの番組。いや、もしかしたらスヌーピーのご飯皿かもしれない。もっとひどい。吉田真由美さん、私は何のキャラクターなんだろうね、知りたいですよ ね、この診断。ちなみにこの診断っておいくらとかってもある？はい、ありますよ。あるんですか？もちろん、ええ、通常だと、まあ、そのカウンセリング 1時間1万円という形でやっていて、はいはい、でこの診断込みっていうと1万5千円が標準、はい、ということなんですね。1万5千円で、うん、診断を受けてもらって、まあ、カウンセリングをするということなんですね。5千とじゃないのかね。はいや、あのルーシーの心理分析が5千となんで。そうなんです。その補足しますとね、まあ、ちょっと今、はあ、たのでね。そう、まあ、その影の声がすごいんだけど今日。そう、実はルーシーって、まあ、そのガミガミとかそういうイメージねってご存知の方も多いと思うんですけど、うん、実はそのここにルーシーの心の相談室って、面白い、カメラで撮れますか？はい、そうです。スヌーピーじゃない、ルーシーの心の相談室って言って、うん、まあ、そのルーシーが精神科医に扮してこうやってブースを出してるんですね。でそこにそのチャーリー・ブラウンとかいろんなキャラクターが相談に来ると。でそこのですね、まあ、その診断の料金が5セントですと。はあ。そう、ここにそのちゃんと英語でヘルプ5セントって書いてあるんですね。
まあ、それでだから5セントじゃないのっていうような、まあ、ちょっとかけた声が聞こえたわけですけども、ね、そういうどうだって顔やめなさい、どうだって顔。実際この5セントっていうのもこの50年の歴史の中では5セントじゃなかった回もあったりとか。あ、そうなんだ。そうそう、結構時代を反映しているんですね。詳しいですね。全くついていけません今日まあこれを機にぜひということですね。なんか本当肩身狭いわ今日コメント読んでても。すみさん、心理をつくより気分を和ます場所が大事ですね。そう、大事です。佐藤幸恵さん、はい、桃子さん、ありがとう。呼んでます。どういう方ですか？そう、スヌーピー朝カフェに来てくださっている方ですね。そうなんだ、幸恵ちゃんありがとう。ありがとう、ね、今度たくさんの方が伺うと思いますから、男どもがいっぱい、ね。吉田真由美ちゃん、はい、私はミッキーよりスヌーピー派です。あ、そうなんだ。ぜひぜひ、ね、嬉しいね、こういう仲間が。嬉しいですね。山永さん、そういや今年は犬年だ、ワンワン。そうなんですよね。そうなんですよ、そのね、ちょっと待っていきなり出すな。いろいろ出てくるね、これ何。これはそのユニクロで今年のその1月1日からですね。これ何？そのギフトカードです。あ、そうなんだ。で、犬年だからということで限定の。限定なんだこれ、はい、手に入れてるわけだ。手に入れました。さすがだね、抜かれないね。あ、ゆきえちゃんね、私も診断してもらいたいです、ね。はい、じゃあ番組最後まで見てて、もしかしたら当たるかもしれないからね。ヨネちゃん、影の声が大きすぎるね。いいよそれね、わかる。村井さん、圧倒的にミッキーよりスヌコ。スヌコ、はい、スヌーちゃん、スヌーちゃんファインいるんですよやっぱりね。150セント、違う、150ドルか、何なのですね。150、あ、1万5000円だから。ああ、5セントじゃなくて、なんかすげえな、凝ってて今日はコメントもな。さあ、ということで、じゃあ、はい、私の結果を、はい、何だと思いますか？しかもキャラクター知らねえし。なんだ、あ、ちょっと待って、何だと思う俺。なんだろうな、チャーリー・ブラウンと、でも、チャーリー・ブラウンとは確かにのような絵はあるし、うん、あ、ちょっとみんなに聞こう。僕なんだと思いますか皆さん、あのスヌーピー詳しい方ね、ちょっとコメントいただけます。私これから発表してもらいますけど、私の診断ね、結果何のキャラクターはだと思うかって、私がね、ちょっとコメントいただけます。1分間時間待ちますからね。坂上さん、この間見せてもらったカードですね。あ、ランチ会で。そう、ランチ会で。全然覚えてないんだけど見してたっけ。そうですよ、坂上さん、よく覚えてるな。さすがですね。この間ね、私のメディカツゆるかたランチ会っていうのをいつもね、月2回新宿でやってるんですけども、 その時にね、来ていただいて、初顔合わせで ね、ちょっと、はい、その時坂上さんも来てて、あの時あと誰が来てたんだっけな、ちょっと覚えてない、ごめん。吉田真由美ちゃん、ほのぼのしますよね、ワンコ派です、可愛いですよね。なるほど。あ、山根さん、ありがとう。スヌーピー、スヌーピーファンです。おお、素晴らしい。やばい、片身狭今日。お、シュレーダー。おー、あ、水越さんはシュレーダー。ね、村井君、伸びたよりもチャーリーなら納得する。伸びたよりのチャーリー。あ、伸びたよりの、伸びたよりじゃない。伸びたよりのチャーリーなら納得する。意外とフランクリンかもしれない。あ、なんか、シュローダー、シュレーダー。まあ、これね、ピアニストのシュレーダー。何なんだよ、みんな何言ってるか、俺に何語言ってるのか分かんないんだけど、みんなの言葉がすげえな今日。このシュローダーと言ってる方が多いですね。ちょっと待って、シュローダーっていうの。そうです、ベートーベンが大好き。ああ、これ知ってる知ってる、この子、これシュローダーっていうんだ。そう、ベートーベンが大好きなんだ。ベートーベンが大好きなんですね。へえ。で、昔はね、そのシュレーダーって書いてる本もあったので、シュレーダーっていうね、コメントもありますけれども。さすが詳しいですな皆さん。なんだよ。なんだよ。俺全然知らない。梅越さんが。やばい、俺どんどん小さくなってるよ、俺番組だから。あ、ゆきえちゃんね、シュローダー。ね、ヨネちゃん、ピアノ弾いてる方で。あ、そうそうね。ね、シュローダー、シュレーダー。山根さん、チャーリー・ブラウンかな。あ、ね、吉田真由美さん、チャーリーかな、なんだろう。ね、神戸さん、この漫画って結構古いんでしょうね。神戸さん多分知らないと思いますよね。俺と同じです。
村井さん、スヌーピーだったら脅迫電話をすぐかけるね。吉田真由美ちゃん、歴史ある作品ですからね。そうなんですよね。水越さん、ホームにいながら超アウェイ。そうなんですよ。俺の番組なんだからこれ。でもなんかすごい今日語りしてます。スヌーピーファンがいっぱい見てくださってるという ね。じゃあ意表をついてリランで。おっとそのおっとってもう言えない、何にも言えないんだけど。おっと何も、チャーリーかなとかね。なるほど ね。さあじゃあここからね、皆さんね、私がなんて診断されたのかをね発表したいと思いますんでね、お楽しみにしてください。さあ、はい、リランはちなみにライナスの弟です。 何がリラン、リランっていうのは何の弟？ライナスの弟。ライナスの弟で、ライナスって分かんないんだけど、ライナスはですね、さっきの、ああえそうなの。そうなんです。あれライナスって言うんだっけ。そうです、そうです。はい、あこれライナスの、全然覚えてない。でルーそれの弟なの。これの弟がリラン。リランって再放送って意味があるんですよね。へー、ルーシーが一番上のお姉さんで、で、兄弟なの。そうそうそう、ルーシーがいてライナスがいて、そのさらに弟がリランっていうんですね。でチャーリーブラウンは、チャーリーブラウンは違います。違うのね。違います、違います。ごめんね、なんか基本的なこと何も分かってない。で、なんで再放送って意味かっていうと、そのルーシーがあの弟一人だけでいるのにまた生まれてきたって、なんかあのまるで再放送みたいだっていうふうに言ったから、それであのリランっていう名前がついた。はい、わかりました。もういいです。ありがとうございます。ね。といったところで、はい、まあいろんなコメントがついておりますけれども、うん、それでは、ちょっと待って、村井さん、ライナスが話さない毛布の方が合ってる。はい、ありがとう。神戸さん、水越さん知ってますよね。失礼しました、吉田真由美さん誰だろうということで、さあ今日の私の診断結果で、あ、ちょっと待って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 、診断結果、ちょっと待ってね。あ、音鳴らしますか。はい、いきますよ。私の診断結果の発表です。じゃ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 ーん、ライナス、ライナスくん。へー、ライナスくんって言われても僕ピンとこないんですけど、はい、ライナスくんだそうです。私はあのライナスくんっていうのがさっき言ってたその毛布を、ね、毛布を抱えている。私ライナスで、そう、これがちょっと待って、これ見せるね。みんなの反応は後からじっくり楽しむから、ちょっと待ってね、コメントはね。はい、ライナス君、こういうですね、その診断を受けていただくと、このスヌーピーの漫画からのプチヒントということで、はい、その彦さんはライナスなのでライナスというふうに書いてありまして、うん、でそのピーナッツの1万7000以上ある中から参考の漫画ということで出しております。こういうのちゃんとくれるんだ。そうなんです。でこちらにはね、まあ、その日曜版、ここにちゃんとそのチャーリーブラウンって入ってますようにね、うん、チャーリーブラウンが主役の漫画なんですよって、まあ、ちょっとそれはさておき、こういう形でそのおすすめの漫画を紹介しております。いい、あなた読まないでコメント。はい。なるほどね。はい。こういうのをくれるわけですね。そうなんです。はい。はい、でまあ僕はライナスっていうのはどうしたの？ライナスっていうそのね、そのキャラクターご存知ないと思うので、うん、そう紹介しますとね、うん、まあ持ってる通り青い毛布を持ってます。ああ、青い毛布。でこの青い毛布っていうのは、まあそのセキュリティブランケット。安心毛布っていう心理学の用語にこの漫画がきっかけでなったんです。あ、そうなの。そうなんです。もうセキュリティブランケットで辞書に載ってるんですよ。すごいことですよね。でこのライナスはこの安心毛布、この毛布を常に手放さずに持っているというようなキャラクターなんですね。でこの毛布汚いから洗おうよって言ってギュッてやってもやだって離さない。まあ、そんなようなで指しゃぶりしてますでしょう、うん、まあ、かと思えばその聖書をね一節をこうやって語ったりとか、まあそんなような哲学的な一面も持ち合わせているというね、なかなかその面白いキャラクターなんですね。で
ライナスといえばですね、有名なエピソードがカボチャ大王っていうこのハロウィンのエピソードがあります、うん、でハロウィンの時にですね、まあ、そのライナスはカボチャ大王っていうのが出てくるっていうふうに信じているんですね、うん、でここの漫画にも紹介してるんですけども、うん、そうハロウィンの夜にカボチャ大王が出てきてくれるというふうに信じてお手紙を書いてるなんていう、ね、そんな漫画が出ているんですね、うん、そうで誰しもがそんなカボチャ大王なんていないよっていうふうに言うんですけど、うん、ライナスはもう頑なにいやいるからって言ってるんですね、うんうん、そうでまあ本当はいなかったと言ってしても僕には言わないでください知りたくありませんみたいな感じで言ってると、うんまあ、そんなようなエピソードがね出てきてたりするんですけれども実はこの知らなければ気づかないっていうのも実は知ってるんですねこのライナスって、うん、そういうのが僕の診断結果から、うんまあ、そういうところがあるよっていうところでしたね、うん、で、まあ、このキャラクター診断のその元になっているのがその個性分析診断という、うんまあ、さっきちょっとご紹介いただいたやつで、まあ、人間ってみんなね、まあ、その個性がありますので、うんまあ、そういう個性をそのこういうレーダーチャートで見える化するというものを普段のカウンセリングでも私使ってるんですけれどもでこれがその水越さんの結果になっています、うんうん、で結構その綺麗なねその十二角形してる人っていなくて、まあ、誰しもがどこか出っ張ってたりどこかがへこんだりとかしてるんですね、うん、これ緑の線がちょっと見づらいと思うんですけど標準のポイント で、うん、で赤いのがその受けていただいた方のものになっていて、うん、だからその水越さんでいうとこう例えばこの会話性って書いてあるんですけど、うん、このところがものすごくピョンって出てたりとか、うんまあ、逆に言うと交流性っていうその隣の数値がすごくへこんでるとか、うんまあ、こういう特徴がいろいろあったりするんですね。そうすると、うんまあ、それを読めば、うん、分かるっていう感じなの僕はどういう、まあ、そうですね、どういうその特性を持った人かっていうのが、まあ、分かるようになってるんですけれどもやっぱこれシートだけだとやっぱちょっと堅苦しかったりとかちょっと気分吹いちゃう人も中にはいたりするんですよ ね、まあ、そういったところをやっぱりまあそのこうキャラクターを通すことで客観視もできますし、ね、というところで独自でやってるんですね。面白いね、キャラクター、スヌーピー診断、はい、さあちょっとね皆さんの、ね、コメント読みますよここから、ああちょっと待ってヨネちゃんライナスだね、まゆみちゃんおお、ね、村井さん天才児のライナス君おかしい、それは息子の方だろうね。はい、わかりました。じゅんちゃん、村井さん、だよねじゃない。井桁さん、村井さんに賛成。なんだよみんな。ライナスは息子さんの方だと思いますね。間違ってあの息子さんのデータを渡しちゃったとか。息子にやらしたんだよ。つざいひろこさんね。浅香さん、水越先生、こんばんは。拝見してます。昨日ありがとうございました。ね、昨日はあの。つたたさんというのは私の FLTV の門下生で、うん、福岡で、スマホを使ってこういう番組をね、うん、やってる女性で昨日、うん、東京でね、うんセミナーがあってそれ私も参加してきてね、うんお金のマインドブロックお金のブロックを外すっていうね、うんそういうのをね参加者全員に同時にやってくれましてねもう外れましたよ私はもう今月すげえぞー売り上げこんな感じになってますよね水越さんじゃあ10万ちょうだいね意味わかんないねていうことで津田さん本当ねあの昨日ありがとうございました本当にね津田さんのこのたくさんの人に広まっていけばいいなと思いますよ、うん、ねまゆみちゃんそうか昨日一緒に出てたもんねはい井桁さん、うん、ブランケットはフランネルでできているのですうーんそうなんですかすごいねみんなよく詳しいな本当に、日本でハロウィンが流行る前からハロウィンのことはピーナスで知ってましたまさにそうなんだ日本で流行る前にそうなんです、ね、であのずっとハロウィンはあのかぼちゃ畑に座ってかぼちゃ大王を待つものだと思ってましたみんなそうなんかねそうですねまあ、ここまでね日本でハロウィンが流行るとはやっぱり思ってなかったですね。あ、そうだよね、うん、
すごい、有馬さん、すごい開発力って言ってるよ。ありがとうございます、ね、本当に。村井さん、へえ面白い、ね、うん、ゆきえさん、外れたはずってますけどね、山根さん、やっぱりチャーリー・ブラウンだなって言ってますよ、うん、チャーリー・ブラウンだと予想してたってことですか ね、うんうん、佐々木さん、ありがとうございますってね、本当佐々木さん素晴らしかったですよ昨日ね、うん、ヨネちゃん、カージャさん10万ちょうだいって金のメンタルブロック解除とは関係あるのかなって関係ね、ブロックが外れてしまいが良くなるから、はい、そういうことね、はい、ありがとうございました。で、まあ今ね、こういう新個性、じゃない、個性分析&そうスヌーピーキャラクター診断、これを今日はね、うん、1名の方にね、無料でプレゼントさせていただくということで、シェア終わりましたか皆さん。シェアしてくれた方の中からじゃない、あのシェアしてくれた方じゃないとね、これ、できませんから、皆さんシェアしてください今のうちにね、シェア、画面の真ん中か右下の方にね、シェアするっていうね文字があると思いますけど、それをポチッと押してね、もう一つボタンポンと押すとシェアできますから、シェアしてください。そのシェアしてくれ、とりあえずシェアが終わった段階でね、シェアを皆さんしてくれたということで、このスヌーピー、診断、うん、ぜひ受けてみたいと、まあ、これ受けられるのは別にどこにいても受けられますもんね。どこでも日本全国、インターネット環境さえあれば、ね、インターネット環境さえあるってことは今見てれば大丈夫だということだと思います。これスマホでもできるのかな。スマホでもできます。スマホ対応ですよ皆さん、ということでね、シェアしてくれましたよね皆さんね。さあここからです、このスヌーピー、診断受けてみたいという方はコメント、今から1分間待ちますのでコメントしてください、スヌーピー診断希望、ね、スヌーピー診断受けたい、必ずそう書いてくださいコメント。その中からさらに抽選しますからね、1分間お待ちしてます。はい、じゃあ1分間スタート。さあ、そのしてくれた方の中から抽選したいと思いますんでね、うん、いやでもこれは本当に面白いですな、うん、これをね独自でやってるんだもんね。まあ好きが高じて、まあやっぱり好きだよ大事なことは、本当に好きじゃないとね、うん、いやむしろ今までなんでこんなに知られてないのってぐらいですよ。ああなるほどね、スヌーピー診断受けたい方はぜひコメントね、無料で、今回ご提供いただいてますからね、うん、スヌーピー診断受けたいという方はコメントくださいね。あ、早速来てますよ、すごいすごいたくさん来てますよね、なんだそれ、あと20秒さあ、5、4、3、2、1、終了でーす。さっき終了の音楽どうだろう、終了の音楽とっくに終了してる、終了どこ違った、これかな、あ、違った違った、はい、やばいということで、今ねコメントしてくれた方の中から、抽選したいと思いますんでね、そのままお待ちください。今ね、名前を入れますからね。まずこれちょっと時間かかるからみんな待ってね、放送事故じゃないです、はい放送事故メディカツではよくあることですね。あれ？ん？あれ？あ、おっとなんだよ村井くん、何受けないの名前入れちゃうよ勝手にいや村井くんなんかそれもえ、いやスヌコ以外だったらみたいなコメントつけていただいてるんで、あ、じゃあ村井くん入れとくわ一応ね、はい、ゆきえちゃんでいいかな、はい、
俺儲けたいな、俺儲けたいな。うまいね、ゆきえちゃんね。この場ですぐ抽選するんですね。この場ですぐ抽選します。うん、坂部あけない、うん。坂部さん、次は、あれ、ヨネちゃん、あ、ヨネちゃんな。うん、あ、山根さんね、はい、全部あのちゃん付けにしてますからごめんね、お前のがちゃんになってるからもう、あ、有馬ちゃんね、ごめんなさいね、有馬ちゃんになっちゃうけど、有馬、有馬ちゃん、あ、すみさん、すみちゃんね、すみちゃん、上山さん、水越さん、もんこさん、こんばんは、遅れちゃいました、うん、大丈夫よね、あのりこちゃんも受けるかい受けるかいって勝手に言ってるなんだよそれみたいな、あ、吉田真由美さんね、はい、真由美ちゃんね、真由美ちゃん、真由美、今ね、スヌーピー診断を受けたい人をね、募集してます。あ、井桁さんね、はい。すごい、いっぱいいるじゃん、今日。スヌーピーのおかげですね、きっと。本当だね。井桁ちゃん。丸山さん、ハッピー丸山さんね、はい。すごいよね、ハッピー丸山って名前ね、よく考えると。いや、素晴らしい。すごいよね、ハッピー。ハッピーちゃんね。ハッピーちゃん、スヌーピーのキャラクターみたいだな。なんだよ朝活。はい、あんたもかい？一応受けてる。一応ね、わかった。一応。じゃあ母ちゃんしとく。母ちゃんと。キーちゃんしちゃった。キーちゃん。母ちゃんね。そして、ちょっと待てよ、セットにして、ちょっと待てよ、今どれだ、これか、編集で、よいしょ、かわいい、ルーシーもいい、あ、伊坂さんね、遅くなりました、はい、あれ、じゅんちゃんは受けないんだね、じゃあ、書いてないよ、ね、じゅんちゃんは、うん、あ、もういいね、はい、こんなもんでいいのかな、ほか、あ、もちろん受けます、ね、上山さんね、上山さん、ルーシーだけちっちゃい、ちょっとね、サイズ感おかしいですけどね、並べてみましょう、あら、ちょっと、遠近法でちょっと、ちょっと、頭が大きいから、ノリリンしようから、ノリリンね、だいぶ主張してる感じになってますね、あといないのかな、じゃあ、あ、そうね、じゃあ村井くん受けないんだね、じゃあ外しとくよ村井くんあれなんかかわいそうだ、いやでも受けるの村井くん、受けないんでしょ、なんか嫌なの、スヌコ、スヌコ以外だとショックで立ち直れない、でも受けとくよ、多分当たらないから大丈夫ね、あ、面白いって言ってくれてありがとうね、まゆみちゃんね、ありがとうね、こんなもんかな、伊坂さんはどうする、スヌーピー診断受けとく、あの受けたいんだったら今コメントちょうだい、最後ね、こんなもんすかね、スヌーピー診断これから抽選するよ、今、あれちょっと待って、最後だ、あれこれ誰だっけ、こんなもんかな、じゃあちょっと待って、受けたい、あ、受けたいじゃあね、はい、伊坂さん、いじめにしようか、あのね、いじめを撲滅する運動するいじめ、なんでやねんそれ、え、なに、でも いじめ撲滅重要ですよ、ね、そう、いじめ撲滅してる方なんですよいじめね、ちょっとなんかね、はい、スヌーピーの力が使えたらいいかもしれない、そうそう、ね、はい、ということで、うん、ちょっと待ってね、これ全員入ったかな、ちょっと待って、編集、ちょっと、はい、じゃあ行くよ、セットした、もういないだろうな、大丈夫だな、じゃあ抽選するよ、
すごい。ちょっと待ってね。抽選しますよ。いやーこれで一人名前確定するからね、ドキドキするねこれね。その場で確定するんです ね。村井くん当たっても泣かないでね、一応名前出てあるからじゃあ行くよ、こっから抽選誰になるか、行きます。一人スヌーピー診断決まるよ。あ、ちょっと待ってあのね、ごめん、ちょっとまだ今もう一人いた。もう一人いた。ちょっと待って、辻美穂ちゃんね、受けたいって言われてね、もうそれ目に入っちゃったから。じゃあ美穂ちゃんね。もうこれで終わりよ。さすがメディカツ。これで終わりよ。って。ごめんね、これで終わり。はい。でここからいきます。今度こそ、今度こそいくよ。あ、ちょっと待って、ピンちょっとお前ピンがボケんだよ。はい、いきます。さあ誰になるか。ノリリン、ノリリンに決まりました。上山さんおめでとうございます。兵庫一美女と言われてるね、上山さん、ノリリン滑り込みで入ってきましたけどもね、ノリリンに決まりました。スヌーピー診断したいと思いますので、ぜひね、上山さんはね投稿してくれるから、これあのお願いはね、スヌーピー診断をしてそれを回答が来たらFacebook に投稿してほしいんですよね。こういうの出ましたって言ってね、もうノリリンすごいファンがいっぱいいますから。おお、素晴らしい。もう本当素晴らしい方に当たったと思います。ノリリンぜひよろしくお願いしますね。うん、はい。上山さん何？ニコリン良かったです。ノリリンだよ。あ、そうかそうか、最後入ってからね。はい。ということで、ちょっと待ってね。あ、ね、あ、マックさん、お、のりこさんね、伊坂さんもおめでとうございます。ゆきえさんもおめでとうございます。サザエさんもおめでとうございます。やったね、山さんおめでとう。みんなすごい祝福のコメントが近畿一位の美女、上子さん、上山のりこさん、スヌーピー診断おめでとうございます。私ってびっくりしてますけどね、もうみんながおめでとうおめでとうってね、あなたですよノリリン、ね、上山さんのですよ。ということで上山さんね、スヌーピーこれどうまたつあ どうしたらいいかな、なんかつながれね、つな私があのメッセージで、はい、あのお誘いしますんで、はい、つながっていただいてね、診断よろしくお願いしたいと思いますんでね、もうね、はい、皆さんこれノリリンですよって、ノリリンから一言コメント欲しいな、あの喜びのね、よろしくお願いしますよ。私って終わっちゃうちょっと、最後に喜びのコメントをねお願いしたいと思いますんでね。さあということでね、あいいですね、いい、もう後で説明するからいい、ノリリンね、はい、スヌーピーあのアーカイブ見てくださいね、はい、ということでね、いやでもね、これから今日興味持った人がもしいたとしたら、はい、どうしたらいいんですかね、スヌーピー診断とかやってみたいっていう人、うん、ぜひつながれたらなと思いますし、受けていただいたそのリンクを、その送って、でそこで受けてもらって、でさっきのスヌーピーのシートをお送りすると。例えば友達になってない人は、うん、どうしたらいいかな、ホームページに問い合わせとかあるの？あります。あ、そうそう。ホームページはなんかさっき貼ってくれたっけ、リンク。ホームページは何位で検索すればいいんだ？あ、私の名前で検索すれば多分ヒット。出てくるね、はい。会社名でもヒットします。あ、そうね。あの朝霞桃子ちゃんで検索しても出てくる。そのホームページで問い合わせしてもらって、はい、例えばメディカツ見たんですけども、うん、あの診断受けてみたいですと、はい、言えば、まあ、有料、もちろん有料ですよ。有料になりますけれども、カウンセリング付きで、
カウンセリング付きでもありですし、あ、診断の時でもいい、診断のシートだけみたいな でもいいんですか、うん、あ、そうですか、まあ、それはそのカウンセリングの1万円がないので、ああ、はいはい、はい、5000円と、あ、それでできるんですね、まあ、そのシートだけ、シートだけでポンとね、でカウンセリング付きだと1万5000円ということで、はい、有料で診断だけだと5000円でできるということなので、ぜひですね、まずお問い合わせしてみてください。お友達になっていただいても結構ですね、うん、で Facebook でお友達になるときは必ずメッセージを添えて、そこにメディカツ見ましたね、ということをね、一言添えていただくと分かりやすいですよね、はい、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ね、みんながノリリンですよ、ノリリンですよノリリンおめでとうございますね、あ、そうね、ヨネちゃんさすがクイズタイムメディカスやりますよこれからね、丸山さん、コングラチュレーションのりりんさんね、あ、ヨネちゃんさすがベリテワークスのねリンクまた貼ってくれたよ、ありがとうございます、いやだなつたちゃん、朝霞ちゃんも貼ってくれたよね、ありがとう、ね、のりちゃん最高とかね、はい、結構わがままビーグルだけどね、うん、え、何これ意味わかんないけどスヌーピーのことはわがままビーグル、スヌーピーはビーグル犬なんで、じゅんちゃんがね、水越さんの診断結果想定した通りだ、そうなの、全然わかんないんだけどそうか、でということで、ここから私が診断してもらいましたけど、ここからは私が診断します、お、診断じゃないな、クイズタイムメディカス1分間で桃子ちゃんのことを丸分かりというね、これからクイズを出しますので、それに答えていただくと、毎回ねクイズタイムメディカスというのをやっておりまして、ちょっと準備にまたこれ時間かかるんだよ、一人でやってる、ワンオペでやっております、ワンオペです、ね、ワンオペですということでね、ワンオペでやって、まあ、その間はちょっとちょっとぬいぐるみでお楽しみください、はい、ワンオペでやってます。ちなみにこの結構ね、このね、このスヌーピーのこれ結構珍しいんですよ、レアなんですか、レアですよこれちょっと教えてください、これチャーリーブラウンカフェって実は書いてあるんですよね、見えてるかな、はい、あ、今ねこっち見えてる、見えてる、向こうで見えてる、うん、そうそうそう、これはウィーン、そうそう、これ出張で台湾に行った時にチャーリーブランカフェが3カ所あって、そのチャーリーブランカフェ3カ所回って、まあ、その中の1店舗で買ったものです。タイランドってなぜか書いてるんですけどね、台湾で買いました台湾だけどタイランドそう、結構この子は目鼻立ちがしっかりしてるので、今日テレビ出演に持ってこいかと思なるほど、そういうこと、ね、選抜してきました、いいですね、中にはね結構その目がちょっと埋もれちゃうとか毛がねこうやって出ちゃう子がいるので、この子を持ってきました、はい、じゃあ行きますよ、ありがとうございます、ね、ちょっと待ってね、チャーリーブランが倒れましたが、これから僕が、質問したら、はい、まずこの黄色いボタンを押してから答えてもらっていいですか、黄色のボタンを押して、はいはい、それから答えてもらいます、まあ大した質問じゃないんですけどもね、とりあえずやっていただこうと思います、いきますよ、1分間で桃子ちゃんのことを丸分かりクイズタイムメディカツ、1問目いきますよ、一番好きな食べ物は、一番好きな食べ物はなんだろうなとんかつ、とんかつ2問目、子供の頃なりたかった職業は、お花屋さん、おお。自慢のできるものって何かある、最近だとビッグベンのぬいぐるみをゲットしたぜ、へえ、そうなんだ、そのアマゾンまで行け、 UFO お化け見たことあるのは、お化けかな、お、それも後でちょっと聞いてみましょう、恋を告白したことはありますか、あれば何歳の時、告白は待つタイプです、おっと、それも聞いてみましょう、今まで旅行した中で一番遠いところはどこ、遠いところアメリカかな、アメリカ、アメリカはどこ、アメリカのシュルツミュージアムかな、
バスのガス爆発、3回続けて言ってください。バスのガス爆発、バスのガス爆発、バスのガス爆発、全然言えてない。これまでの人生で一番幸せだったと思ったことは何？シルクミュージアムに行ったこと。夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？やっぱりそれをずっと思い続け、それを人に伝えることだと思います。最後の問題、世界中から見ている視聴者に一言お願いします。スヌーピーカウンセリングカフェを作るぞということで、1分間以上ありましたけども、モンゴちゃんのことを丸分かりになったでしょうかね。ということでね、これ打ち合わせなくいきなりやりましたけどもね、ちょっとね、今の聞いていきましょう。一番好きな食べ物なんだっけ？とんかつ。とんかつ好きなんだ。とんかつ好きです。そうなんだ。でも今多分とんかつが食べたいなと思ったからとんかつって言っちゃった感じもしますけど。あの、ね、子供の頃になりたかった職業は？お花屋さん。花屋さん。お花屋さんだったんですよ。うち、あの父親のさらに、まあ、私の祖父の代から花屋をやってるんですよ、ね。うんうん、あ、そうなんだ。そうなんです、じゃあそういうのやっぱり、まあ、そんなのもあってあ、なんとなくそう思ってたかもしれないですね。自慢のできるものってなんと、自慢のできるものなんて言いましたっけ？あ、ビッグベンだ。最近だとビッグベンって。あ、そうかそうか、あの人形ぬいぐるみね。なるほどね。アマゾンで買い求めた。アメリカのアマゾンでゲットしたと。ゲットした。アマゾンまで行ってじゃなくてね。アマゾンまでなんかそう聞こえるけど、UFO お化け見たことあるの？何、お化け悲しいって言えばっていうか、なんかその心霊写真とかでなんか出たことあるの？なんかお化けじゃないみたいなのが昔あったかなっていう。ある？寝てたらな、自分一人しかいないはずなのに、なんか台所で誰かがなんかジャーってやってるような気配を感じたことはありますけど。はい。あ、恋を告白したことは、マスター、マスターですね。まあでもなんかそれっぽい、なんかちょっと好きな感じは出すかもしれないですね。でも好きになった時に言えないタイプなの？言えないタイプ。なるね、でもなんか好きだっていうオーラは出すかもしれない。ね、どっち？言うかなって。ってか言うかなって。どっちかと、キスさせろこれっていう。はいはい。次はね、今まで旅行した中で一番遠い場所はアメリカ。うん、アメリカかな、やっぱり。どこっすか、アメリカの。そういえば。シュルツミュージアムっていうのがサンタローザっていう、アメリカの西海岸のところにあるんですよ、うん、でそこに3回行ってるんですけど。なんで？え、なんで？なんで？好きなの？好きですよ、聖地ですよ。そう、聖地ならそれ何度でも行きますが、今その日本のその東京の六本木で、うん、まあ、そのスヌーピーミュージアムって、まあ、今年の9月までなんで、まあ、これを機にぜひ行っていただきたいと思うんですけどね。やってるの？やってるんですよ。やってます。2年半っていうその限定でやっていて、まあ、その元々はそのシルクミュージアムというのがあって、まあ、それの、まあ、その日本版みたいな感じですね。で、まあ、私はそのシルクミュージアムにすでに行っていて、で、まあ、日本のミュージアムも当然行きましたけど、まあ、やっぱり本場が一番です。やっぱり。そういうことね。はい。ね、バスのガス爆発はね、はい、言えなかったですね、ちょっとね。これまでの人生で一番幸せだったことって何？シュルツミュージアム。ああ、そうかそうか、言ってもね、うん、で。夢を叶えるためにはどうしたらいい？うん、やり続け。まあ、やっぱり継続は力なりって言うと思うんですよね。で、まあ私、まあ、夢叶えるその、まあ、まだね全然道半ばだとは思いますけど、まあ、でもおかげさまでこうやってその、まあ、そのスヌーピーの人みたいな形のブランディングをさせてもらったりとか、まあ、ちょっと3年前とかに
おはよう日本で取り上げていただいたんですけど、おはよう日本で取り上げられたんだよね。そうな、それもその2015年って、まあ、その作者のシュルプさんが2000年に亡くなってちょうど15周年。ああ、ああやっぱその日本のメディアってそういう節目好きじゃないですか、まあ、そういったこともあって、まあ、そのスヌーピーとかを取り上げるというタイミングで、ね、たまたまその NHK の方が私が当時やって Facebook とかで告知をしていたスヌーピー心理学セミナーっていうのを見つけてくださってご連絡をくれてと。でその時にその私の自宅とオフィスに今来て5時間ぐらい取材を受けて、まあ、使われたの5分ですけど、いや5分でもすごいよね。まあ、でもまあね、全国放送でしたからありがたいお話なんですけれども。反響ありました？そうですね、まあ、そこで結構スヌーピー心理学って何みたいな問い合わせ問い合わせがあったりとか、まあ、そこから何回かやらせてもらったりとか。へえ、うん、すごいな、うん、まあ、だから、まあ、夢を叶えるっていうのは、うん、そうだから、そのスヌーピーがまあ大好きっていう人はやっぱり、まあ、この日本だけ見ても山ほどいると思いますし、まあ、カウンセリングとかやってる方、まあ、資格持ってる方とかも含めれば本当にいっぱいいると思うんですけど、まあ、それをその組み合わせてとかこういう形でやろうっていうのも、まあ、私も試行錯誤しながらやってますけど、まあ、そうやってこうやってね、そのメディカップにも呼んでもらえたりだとかっていう、まあ、そういったところの積み重ねっていうのが、まあ、そのやっぱり目指してる、まあ、出版もそうですし、そのカフェ開くっていう、まあ、そういったところにもつながっていくんじゃないかと信じながら。カフェ開くっていうのは夢の一つなんだよね。夢の一つなんですよ。趣味、まあ、そのカフェが好きなんですね、まあ、これはそのスヌーピー、まあ、関係なくというところでも好きで、でやっぱそのカフェでお茶を飲んだりとかっていうのがやっぱり好きなんですよ。僕はあの吉祥寺にある羊のショーンカフェっていうのがあって、うん、羊のショーンは僕は好きなんですね、うん、でそこへ行くとその羊のショーンのぬいぐるみがいっぱいあって、うん、まあ、子供から本当に大人まで老若男女が楽しめるカフェ、うんうんうん、そういう感じ、スヌーピーとは関係なく、いやもちろん関係ありますよ私が目指しているのはどういうことかっていうと、やっぱその私が職業にしているのはカウンセリングで、私が好きなのはスヌーピーだから、それを組み合わせ、カフェという形で組み合わせたいんですね。でカウンセリングとかっていうとどういうイメージ持たれるかってやっぱりちょっとネガティブだったりとか、ちょっと敷居が高いとか、そういうイメージを持たれてるんじゃないかと思うんですよね。でやっぱそのお医者さんのところに行ってとか、 でもそのお医者さんに行くってなると、もう結構はたから見てもあの人ちょっともう働けないよねとかいうような状況になってしまってるケースっていうのがものすごく多いかなと思うんですよ。ただそうなる前にやっぱ兆候っていうのはあるもので、それにその気づいて周りも含めてね、その気づけるかどうかというのがやっぱりものすごく重要だと思ってるんですよ。でそのためにはもっとその気軽にそのカウンセリング、まあ、その相談できる場っていうのが必要じゃないかなと思ってるんですけど、それってやっぱそのカウンセリングルームなのか、その、まあ、そのなんだ精神科医とかそういうクリニックなのかというと、まあ、ちょっと違うのかなという気もしていて、それってやっぱりカフェみたいな、そういう気軽に、まあ、行けるような場なんじゃないかなと。なるほどね。だからその何か重篤なそういう症状が出てしまってから行くんではなくて、まあ、アメリカの、まあ、スヌーピーのそれこそ漫画でもよく出てくるように、気軽にちょっとした愚痴を吐くとか、まあ、そういったところでやっぱり気軽に利用してもらう、お茶飲みながらもちょっと話をする、でカウンセラーとちゃんとそういう専門家がいるので、まあ、そういうちょっと何気ないやり取りの中からそういう兆候に気づけるとか、うん、まあ、そしたらその隣接しているその私のその会社のカウンセリングルームとかにつなぐとか、まあ、そういう形が取れたらいいのかなというふうに思ってるんですね。いいですね。でスヌーピーやっぱその、まあ、コメントで書かれた方もいらっしゃいますけども、その、まあ、こうやってねそのぬいぐるみ、まあ、セラピーみたいなのって、まあ、スヌーピーに限らずやっぱりあるんですよ。でもこうやって触ったりする中で癒されたりもあるし、まあ、そのコミックの絵とかそういうのを見るこういう、ね、ところで、まあ、うちの会社にもそのスヌーピーの、まあ、トム・エバハートさんっていうそういう画家さんの絵をまあその好きで買ってる飾ってあるんですけど、まあ、そういう視覚で見る、まあ、そういったところから、まあ、記載セラピーとか聞かれたことあると思うんですけど、そういったところからも癒しがあるしと、まあ、そういったその私のそのスヌーピーの研究
まあ、そういったところとそのカフェっていうその敷居を下げるっていったところ、そういったところをつなげられたらいいなっていうふうに思ってるんですよ、ね、いやいい話を最後に聞けましたな、よかったよかった、うん、ということでですね、うん、ちょっと待ってなんかすごいコメント来てるよ、当たった、スヌーピー診断当たった上山さんからね、うん、私プチパニックっていうね後でアーカイブ見てくださいね、ヨネちゃん皆さん、あね、ワンオペね、はい、あカフェに行きますって有馬さん、嬉しいねこういうこと言ってくれると、好きになると言えないタイプ俺と同じ、あ同じね、中目のピーナッツカフェ、中目黒にそのあるんだ、ピーナッツカフェがあるんだ、そうなんで、まあ、それはその公式に、うん、まあ、ちゃんとそのライセンス得たのが、あ、まあ、そのやって、まあ、そのグッズとかも公式なものがっていうものなんですけど、あ、まあ、私はまあそういう、まあ、そういうところも当然行くんですけど、うん、あのそういう公式なグッズを売りたいとかスヌーピーの形したハンバーグ売りたいとかそういうことではなくて、まあ、もちろんね私のグッズとかはいっぱい並べたりとかすると思うんですけど、まあ、メインはカウンセリング。なるほどね、はい、あ原ちゃんね、好きになると言えないタイプ俺と同じだね神戸さん、え水越さんギャラリー映してみせて、さっき見したけどなギャラリーみたいなんて本当に奇特な人だな今日の、あそうごめん言うの忘れてた、今日のギャラリーはカーチャさん、フォトグラファーのカーチャさんですけども、実は今日のゲストはカーチャさんにご紹介いただきました、はい、これ言わなきゃ、なんでカーチャさん来てるかよく分かんなかった、あそうそうそう、そうスヌーピー朝活を浅香さんと一緒に、あのあともう一人の男性と一緒にやってるんですよ、カーチャさんはね朝活をすごい一生懸命やってるよね、うん、あそうなんですね、あのでもこの人ね、うん、あの写真家ですから皆さん、そうですよね、こう見えて、はい、ね、うん、そうで、そうカーチャさんとはそのスヌーピー朝活、まあその前からですけどね、まあ、ちょっとつながりがあって、でそうめこのね2014年でしたっけ15年でしたっけに出て、あカーチャさんがね、カーチャさんがね、はいはい、であの朝活って結構いろんなのがあって、なんか映画朝活とかクラシック朝活とかで、えあの自分の好きな映画について語る朝活とか、自分の好きなクラシック音楽について語る朝活とか、自分の好きな本について語る朝活とかあるから、うん、じゃあ自分の好きなスヌーピーについて語る朝活があってもいいじゃないかっていうで勧められて始めた、まあ、それでやりましょうみたいな話で、そうそうそう、で一緒に主催をすることになって一緒にやってね、そうなんです、で動きは極めてシンプルで、うん、で、まあ、メディカツにぜひあの出演させたい方がいるんでってご紹介いただいて、そんな感じです ね、 ね、もう母ちゃんから言われたら断らないですよ、後で何されるか分かんない、ね、本当に母ちゃんありがとう、ありがとうございます、ね、作者の名前はシュルツ、私の旧姓はショルツ、ショルツ、あそうなの、そうなんですか、本当ですか、池田さん、近いっちゃ近いかもしれないけどね今日カイさんこれ読んだ方がいいの、これ一遍私の狭心症を見てもらった方がいいのかな、狭心症イコール心が狭い心狭いんすよ、ね、はい、あのちょっとねスヌーピー朝カフェとかでねミッキーの服なんか着てきた日にはみたいなそしているの、まあ、あの実際にはいないんですけど、結構街でなんかあの服とかスヌーピーなのになんかバッグがミッキーだと惜しいとかなるほどね、まあね、あのスヌーピーも好きだけどミッキーも好きだよねみたいな、まあ、そういう方ね世の中にいっぱい、あの、うん、そういう方ももちろんウェルカムでございます、もちろんウェルカムです、まあでもどんどんそのスヌーピーの割合が増えてくるかもしれない、じゅんちゃん初めてお会いした頃の初始から着実に進んでいます、ね、そうなんですよ、そう、まあね、ちょっとねあの打ち合わせでお話ししてもらった通り、そう加藤じゅんちゃんと一緒にスヌーピーのコラボセミナーとかやらせてもらったご縁があって、もうなんかもう本当にその頃の積み重ねで今があるかなとも思います。頑張ってるよな、ももこさんもね、本当にね、ここまでね、
あ、ヨネちゃん、母ちゃんさんの朝活いいねって言ってるよ。本当に朝活 PR みたいな、ねね、なってますけどね。村井さん、僕は祐天寺だったから歩いて5分ぐらいで中身に行けたんでよく通いました。今年水越君。羨ましいですね、そんなに。おごたるけん、ね。ぜひ行ってみてください。はい、わかりました。本当にこういう昔のね、あの月刊スヌーピーっていう雑誌とかこれじゃないですけどね、まあ、あるんですけど、200円ぐらいで。あ、売ってんの？売ってないですよ。あ、置いてあるの？そう、当時、まあ、その。当時ね。そう、そういうのがあって、そういう昔の雑誌とかもその中目黒のピーナッツカフェの2階にいっぱいあるので、なるほど、これを機にライナスの出てるコマとかいっぱい見ていただけるといいと思います。なるほどね、はい、わかりました。原さん、母ちゃんまた話したくない。あ、話したい。話したくないじゃん。えらい違い。話したくない。また話したい。あ、すごい母ちゃんさんのなんかリンクまで貼ってくれてるよねちゃん。ありがとうございます。素晴らしいね。あ、最近ちょっとこのサイトがなんかほったらかしになってるんで、もしかしたらちょっと誰か作り直してくれる人いないかな、チラッチラって。神戸さん、水越さん、この人どこかで見たことあります。母ちゃんさんは何言ってるんですか、まあね、メディカス、ね、出てくださってますからね。割と初期の頃に出てくれてね、もうそれでブレイクして今に至るというね。はい、吉田真由美さん、スヌーピーつながり素敵ですねってね、本当にね。さあ、ということでですね、盛り上がりましたよ今日も、ね、いろいろと本当に梶さんいろいろご紹介いただきました本当に、ね、はい、ということで最後にですね、毎回私の曲をね、ゲストに無理やり聴いてもらうというコーナージャイアンに対するリサイタルみたいなもんじゃないですか、お大安心して、じゃあ聞くよ僕たち。あ、もう聞くよ。嬉しいな。ちょっとね、ちょっと待ってね。聞くよ。はい、聞くよ聞くよ。ほら、ライナさんでも聞きなさいよ。ちょっと音合わせ。私のですね、キャッチアウェイというメディカスのテーマソングですね。最後に、必ずゲストに聞かすことになってるので自分で作詞作曲そうなんですよ。32歳の時に作った強制的に皆さんに聞かせる、はい、そうなんでずっと置いてあるんだろうとは思ってましたけど。あ、そうですか。猫に小判、水越しにスヌーピーとか言ったそれ読む？いやー、うん、スヌーピーね、キャッチアウェイという曲でね、夢を叶えようとね、ちょっとね、ピアノだったらちょうどよかったんですけどね。あ、なんで？そういうことだよね。そうそう、なんか楽器やるんですか？いや、ピアノは昔ちょっとやってましたけど。お、そうなんですね。ということでキャッチアウェイね、みんなで夢を叶える、これどんどん夢を叶うメディカスという番組なんで、ぜひ皆さんね、私の夢、ゲストさんの夢、視聴者さん、みんなの夢、ね、それぞれ応援していきましょう。夢を叶えましょうということで、キャッチアウェイ聞いてください。はじけ、ちょっと待ってね。あれマイクが遠かった。ちょっと待って、もう一回行くよ。もう一回行きまーす。
す未来へ。ということでね、うん、盛り上がりました。今日もね、本当ありがとうね。ありがとうございます。いい話を聞かせて、僕、これお名前なんて、ライナス、あ、ライナス、覚えてくれてましたね。ライナスちゃんですよ。ライナス、僕ライナスってね、結果出ましたからね、本当にね、ライナスちゃん僕大好き、ありがとう。はい、ね、ね、村井さんがね、猫に小判、水越にスヨネかもね、ね、はい、ありがとう。ヨネちゃん、強制的に弾き語りを聞かせる番組、その通り、その通り、生歌、ね、ゲストに歌わせていたのを自作曲演奏にね、そう、まあ、これを機会に水越さんもスヌーピーの世界にハマっていただければというかね、はい、僕深いですからね、50年ですから、はい、キャッチアウェイ、オベーションギター、ね、若干メロウ系の今日の歌ね、はい、一回こけたキャッチャーウェイありがとう。やっぱりチャーリーブラウンだな。山根さんさっきからありがとうね。すみさんね、吉田真由美さんもね、パチパチってありがとう。みんな本当ありがとう。今日も盛り上がった。ありがとうございます。さあということで、メディカ最後にですね、これ本当に最後なんですけども、メディカスポーズをやってもらいます。ちょっと練習しますね。これはねカメラに向かってやりますからね。まずね2本の指を出して。火曜の夜を楽しむには、で M を作ります。メディカツの M ね、こう M こんな感じ。親指はね上の方に出す。そうそう。で、ね、下から出すの。メディカツ顔の右下。こうそうそうそう。顔の右下。あのね、そうそうそう。こういうミス。そうそう。ここでいこう。そう。こうね。でこれ止まっていい顔してね。はい。じゃあもう一回いきますよ。練習するよ。母ちゃんの方見なくていいから。なんかでも。はい、はい、火曜の夜をあやってやってじゃあ火曜の夜を楽しむには、うん、M を作ってしたからねメディカツでここで止まっていい顔してカメラに、うん、そうしばらく止まるから、はい、じゃあいきますよ本番皆さんもやってくださいねこれ開運メディカスポーツこれ夢叶えますからあなたの夢が叶います今日はももこちゃんと一緒にするメディカスポーズいきますよ火曜の夜を楽しむにはメディカツ！ありがとう！さあこれで夢が叶いました皆さんのね本当にありがとう、ということで今日もねたくさんの、コメントありがとうございました皆さんのコメントがあるからメディカス盛り上がる本当に感謝でございますありがとうございますでギャラリーのカジさんもね今日もありがとうございました、はい、ありがとうございましたで、メンタル、心理&スヌーピーカウンセラーの浅川桃子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました、最後にですね、エンディングメディカスバンドの Say Your Dream Make Your Dream 夢を語ろう夢を語ろうを聞いてお別れしたいと思いますで最後にまた2人出てきますんでね最後まで見てくださいそれでは皆さん素敵な1週間をお過ごしくださいさよならありがとうスヌーピー診断みんなでやろうぜされるの一人の声は小さく届かない空を見上げて流れる雲を見てた今まで歩いてきた道何一つ無駄はないと心に君の描く
それでは、ね、皆さん最後までありがとうございました。本当にさよならです。今日どうもありがとうね。ありがとう、さよなら。ありがとう、かえちゃんさんもこっちも、さよなら。